のぎす、はい、遠征なしで素晴らしい、はい、素晴らしい。こんにちは、泌尿器科の医師の野田です。というわけでね、今回は、神の手チャレンジ全国大会というのがねですね、2022年の12月15日行われましたので、その様子についてお伝えしていきたいかなというふうに思います。いや、もうめちゃくちゃ熱い面白い大会になったと思いますね。そしてですね、この大会の様子はですね、なんと NHK で取材していただいておりまして、30分番組での放映が決まっております。まだ放映日も決まってないようですし、僕が映るかも分かりませんが、今からそちらの方もとても楽しみですね。大会はハイブリッドで開催されたんですけれども、現地の会場はここ川崎のジョンソン&ジョンソンのラボで行われました。僕は泌尿器科医3年目の頃に腹腔鏡手術のトレーニングのためにこのラボに一度伺わさせてもらったことがあるんですけれども、相変わらずめちゃくちゃ立派で綺麗なラボでですね、こんなところ使わさせていただいて、ジョンソン&ジョンソンの方々本当にありがとうございました。で、大会はですね、団体戦、個人戦と2つのパートに分かれておりまして、まず団体戦の方からどういう形か説明させていただきますね。腹腔鏡の折り鶴の団体戦ってどうやって競うんやっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。ルールを説明しますと、3人1組のチームでエントリーして、図のようにパート1、パート2、パート3とそれぞれ折るパートを分けてタイムを競います。ハイブリッドの大会とは言っても、こちらは全て録画した映像で競うという形になります。これは団体戦、個人戦共通なんですけれども、うまく折れなかった場合は、このような形でペナルティっていうのが与えられます。このあたりのルールも厳格で、本格的なものになっていますね。団体戦はですね、全部で12チーム36名の参加者がいらっしゃいました。各チーム、簡単な自己紹介動画を送付してもらっています。自己紹介動画はチームそれぞれに個性があってとっても面白かったです。このようにガチで気合の入ったチームもあれば、参加者全員を笑わせてくれるチームもありました。長崎大学泌尿科9マックス500でーす。ドーン。1施設からなんと3チームも結成してくださったところもありました。このように6チームずつ動画を流しました。大会の動画は折り鶴を映すモニターと術者の交代の様子が分かるように撮影することがルールとなっています。チーム戦になることによって練習のやる気が出ることがこの団体戦のいいところだというふうに思います。個人戦と比べてお祭り感覚で気軽に参加しやすい雰囲気だったというふうに思います。ところがですね、上位2チームはかなりハイレベルな戦いでした。だいたい団体戦というとチームの中で1人はやる気があって普段からこの練習を行っていて、その他のメンバーは大会のために少し練習するというところが多かったのではないかというふうに思います。ただ我々チーム、安城泌尿器科は9分というタイムで真ん中ぐらいの順位でしたけれども、この上位2チームはどちらも3分台というえげつないタイムでした。自己紹介も気合の入っていたチーム唐津は3分47秒、動物病院チームは3分39秒というタイムでした。両チームとも素晴らしいタイムでおめでとうございます。続いて個人戦の様子について紹介していきます。個人戦はハイブリッド開催でオンラインで自宅のトレーニングボックスからも参加することができますが、現地はなんとこのような豪華なセッティングでした。もともとウェットラボ用の機材を使用するので、ストライカーのカメラですとか点釣りのモニターなどもありましたし、テレビの制作会社がセッティングしたカメラも何台もセッティングされていました。
とはいえ、はっきり言ってしまうと自宅の慣れたトレーニングボックスで参加する方がタイムは出るし有利なんですけれども、この折り鶴のトレーニングにおいて他人と競うっていうのは重要な要素ではないと個人的なには思っていまして、こういった環境で折り鶴を折れたり現地にいらした先生と情報交換できたのがとてもとてもそれは素晴らしい経験になったというふうに思っています。準備の段階の様子ですね。団体優勝メンバーの金井先生は姫路で動物病院を経営されていて、自分も小学校から高校までは姫路で過ごしたこともあり、医院にお邪魔させていただいたことがあります。上田先生は団体戦自己紹介衝撃度のナンバーワンでした。泌尿器科の仲間が増えて個人的にとても嬉しかったです。ちょっと今日の様子も YouTube に載せられたらいいかなって、はい。黒田先生は OSVD などビデオ講座を開催してご活躍の産婦人科の先生です。オンラインのが圧倒的に有利だ。今日の一緒に参加することに意義があるとりあえず必死こいで頑張ります。来年もあるみたいなので皆さんご参加ください。1万羽以上追ってる泌尿器科の青山先生とも交流を持つことができました。青山先生とは腹腔鏡手術以外のこともお話しすることができて嬉しかったです。そして橋本先生のウォーミングアップ中の様子ですね。もう初めて見ましたけどめちゃくちゃやっぱり折るのが綺麗で驚きました。その他の先生とも、いろいろと交流を持つことができたんですけれども、何分自分も競技の前だったり、余裕がなかったりしたこともあって、皆さんの分の、動画がなくてすいません。こういったウォーミングアップ中も取材のカメラが入るのでなかなか慣れない環境で緊張しましたね。大会はご覧いただいているような形でオンラインと現地の方を交えて4つの予選グループから1名が決勝に進出するというような形でした。これみんな口を揃えて言うんですけどめちゃくちゃ緊張するんですよね。普段家で折ってるのと比べてもものすごく緊張して手が震えました。オンラインからはなんと海外からも2名先生が参加していただいてて、でこのお二人とも確か4分5分台ぐらいで結構早く折り鶴を折られるんですよね。とってもびっくりしましたし交流を持つことができました。 B5 Fungbone Hospital OBGYN Dr. Tan B7 Sun Angel HospitalSurgical Department, Dr. Francisco. で、僕はといえばですね、最近ちょっと練習をサボっていたこともあって4分21秒という、まあ、不甲斐ない結果だったんですけれども、まあ、自分が納得いくような綺麗な折り鶴を折ることはできたかなというふうに思います。で、予選の様子はですね、まあ、本当に、グループごとにいろんなドラマがありましたし面白かったんですけれども、まあ、何せ僕がちょっとたくさん素材を持ってない、映像の素材を持ってないということもありまして、まあ、この辺はちょっと NHK さんにお任せしたいのかなというふうに思うんですけれども、決勝進出者はこのような形になりました。僕は A グループで小笹先生に、まあ、すごい素晴らしい2分47秒というタイムを、出されて負けてしまいましたけれども A グループからは小笹先生、 B グループからは金井先生、 C グループからは橋本先生、 D グループからは青山先生、決勝進出されました。ここからはその決勝の様子をノーカットでお送りしたいと思います。ぜひご覧ください。じゃあよろしいですか。そうでしょう。位置についてよーいスタート。
緊張するね。入らない。ファイト。さっきより緊張するね。橋本先生が優勝されて、時点で小笹先生、その次に金井先生、青山先生と続かれたと思います。皆さんタイムペナルティーがなしで素晴らしい結果だったというふうに思います。このような形でですね、我々としても初めての試みだった神の手チャレンジ全国大会というのは大成功で、終わることができたんじゃないかというふうに思っています。我々神の手チャレンジのメンバーは Zoom では、まあ、不定期ではありますが何度も勉強会を行って集まっていましたが、実際に会うというのは初めての方がほとんどで、このように手術の修練に情熱のある先生方とお会いできて交流できたというのは本当に素晴らしい機会だったというふうに思います。形式は模索中ですが、来年も大会は開催するというふうに予定なので、ご興味ある方はぜひ参加していただけたらというふうに思います。最後に市川先生の言葉で締めくくっていただきたいと思います。まず本当に皆さんどうもありがとうございました。非常に感動しました。皆さんの本当熱い思いがですね、多分これから多くの選手たちを見てくださっている方を心を動かすんじゃないかと、我々もそうならなければいけないというふうに思っておりました。そしてまあ今日ですね、泥臭い努力を続けることがちょっとかっこ悪いというような風潮が、いや若干あるかもしれませんけど、今日の先生方の泥臭い努力を突き詰めて、それをもう1万匹おったりという努力をすることが本当にかっこいいと思いました。ですので、しかもそれがですね、もうおじさんだけではなくてですね、若い世代にも脈々と受け継がれているということが本当に感動したと、まあ、富岡先生、学生さんがね、本当に熱い思いで、折り鶴を折っている姿を見て、いや本当に我々がやっていることはとても正しいことなんだなと、ぜひこの活動がまた
続いていって、この大会が、まあ、2回目、3回目を続けていってですね、あの最終的にはあのこの折り紙を通じて、まあ、世界の空気のレベルが飛躍できればというふうに思っております。そしてそれが決して不可能ではないということを本当に確信しました。あ、皆さんどうも本当にありがとうございました。そして最後に今日この大会をですね、あの運営するにあたって非常に多くの方々の協力をあって、できました。まず、この旅の手チャレンジのコミュニティを形成する、まあ切磋琢磨している仲間ですね、本当にありがとうございました。遠いところから来ていただいてありがとうございました。そしてですね、この会場の整備をしていただいた方々、本当にどうもありがとうございました。そしてこの旅の手チャレンジをですね、あの広げていただくためにですね、今日すごく設備を整えてくれた報道の方々、本当にどうもありがとうございました。あと我々のうちのスタッフですね、あの本当にいろんな方の協力を得て、今日この大会ができたことをとても嬉しく思います。そしてですね、今日これを大会を経てまた第2回目も来年やりたいなと、ぜひですね、今年は間に合わなかった、あるいは7分切れなかったという方もですね、ぜひ来年はチャレンジしていただいてさらなる高みを目指していただきたいなというふうに思っております。どうも本当に長い遅くまでありがとうございました。